どうも皆さんこんにちは、キョウです。今回ですね、前回さっきのアップデートで追加されたこのスケルトントラップ、見ていきましょう。起爆範囲がですね結構広いですよね。いい感じの広さだと思います。そしてですね、レベル1登場するユニット数がレベル、2体ということで、まあレベル1だとまだね弱いですけれども、この、トラップは対地か対空かどっちかを選択することができます。ドクロの時が対空だっけな、あ違いますね、このドクロが対地、これが確か上だったような気がします。はい、定かではありません、すいません。このどちらが強いのかという問題なんですけれども、こちらはですね対空の方が強いと思います。なぜかというと今回迫撃砲も追加されまして、非常に地上ユニットではですね地上面において結構、地上において結構きついんですよね。きついというか攻める側として防衛面でのその対地としての防衛力っていうのは非常にアップしましたので、こちらはおそらく対空オンリーになるかと思います。まだわかりませんけれども、対空オンリーにしてですね、その使い方というのは、結構援軍みたいな感じで使えるわけですよね。フランス戦において、そのバルガゴであったり、ドラッシュは、きついかもしれませんけど、バルガゴにおいてですね、バルガゴってバルーンってもうスケルトンを攻撃することができないので、もうずっと対空でどんどん攻撃してくれるみたいな感じの使い方ができます。あとは、対地にするメリットとしては、やっぱドラッシュで攻めた時に、ネクロマンサーをですね、そのドラッシュで、こちらがドラッシュを攻めて、ネクロマンサーが相手の援軍に入っていると非常に嫌ですよね。そこで相当な足止めを食うことができるんですよ、ネクロマンサーって。なので、そのような使い方をするために、あえて対地にするっていう戦法もあると思います。なので、タウンホール8の方は、対地にして、タウンホール9の方は、対空にした方が私個人的にはいいのかなと思います。それぞれね、いろんな使い方があると思うんですけれども、今回は一例として、対地対空のどちらが強いか、私は対空の方がいいと思います。なぜなら、先ほども言った通り、迫撃砲とかの追加によって、対地にはもう、それ結構強いので、対空にして、空の守りを固めたいなと思いましたね。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。